天発神神秘天発神神秘は、三国時代の暮れにおいて、天根寺元年以降に建てられた、検証費。元号により、展示機構費、折れて発見されたことから、展示断費、三断費とも呼ばれる。同年に建てられた、法全国山石文と、検費事情が同じであり、両費は、兄弟関係にある。独自の極めて特殊な書風と内容を持った。 石踏みとして知られている。また、呉を滅亡させる要因となった、孫博士の失勢を象徴する存在でもある。義の石踏みが大半を占める、三国時代にあって、貴重な他国の書籍である。しかし原石は、北宋大から数度移転された後、真の下記を十年に、火災で消失し、現在は拓本のみが残されている。この石踏みが建てられた時期は、 三国時代だが、この頃には諸はすでに滅亡し、続いて、義も芝縁に禅上して、精神となっており、もはや、三国ではなくなっていた。その中で存続していた後は、かねてからの政治的混乱に加えて、第四代皇帝である、孫博氏が、進化の粛清や強引な戦闘などを行い、さらに有力武将であった、陸皇も進んで反乱の動きも見えるなど、 国力は衰退していた。しかし孫博氏は神秘思想に走ってその世界に閉じこもるようになり、国内で随調が見つかったという怪しげな報告を受けては次々と恩赦や改元を繰り返した。この石踏みが建てられたのも、そのような随調報告によるものであった。聖史三国史によれば、前年の天殺元年、五官代の頃から咳止まっていた林平子の流れが、 急に復活した。地元の言い伝えでは、湖の流れが止まれば天下が乱れ、復活すれば平和になると言われていた。また続いて、同じ林平湖のそばで、ある人が、ご誠皇帝と刻まれた小石を拾った。これらの報告を受け、ごが天下を統一して、平和をもたらし、孫博士が、真の皇帝になるという天皇を告げである、と解釈した、孫博士は喜び、 大社と改元を行った。さらにこの石踏みを記念として建て、飴が下された神のお告げの日という意味で、天発神神秘と名付けたという。なおこの時、孫博氏は、天下統一後に皇帝が行う法然まで行っており、その記念として、法然国山石踏みを建てている。しかし呉れは4年後の天気4年に滅亡し、同日は、 孫博士の失政を語り継ぐ存在となった。天発神神秘。ほぼ最上段から最下段までをつなげて読み取れる部分。小を一時対等、大暮れを二時対等している。対等文の字数も含めて一行十八時として数える。この拓本では摩耗のために段文が失われ、一行十六時になってしまっている。碑文は天書による。天書を用いたのは、 天書の持つ、権威性や神秘性が、天の告げを記念するのにふさわしいと判断してのことと、考えられる。発見時に、すでに断裂し、摩耗も著しかったために一行の文字数は、不明である。行数は21行であるが、そのままでは、文が完結しておらず、最初からこの行数であったとは考えられない。元は一行十18時。 全22から24行程度であったと推測されている。内容は、呉の徳を賛美し、さらに前述した、天から下されたお告げを、天発神新聞として記したもので、極めて神がかった、現代的に言えばオカルティックな文章となっている。書風は冒頭にも記した通り極めて特殊である。天書の形を踏襲しているものの、 線をイカつく角張らせて、奇妙なメリハリをつけ、さらに払いを丸く止めずに鋭く針のように、尖らせている。また、文字の点説をわざと大きく書くなどして、字そのものに、君の悪さすら覚えるほどの威圧感を持たせるなど、実際の点書とは、かけ離れた書法が取られている。このため、きっかいの書とされ、点書にもひず、霊書にもひずと評された。 霊書用の筆で書いたためとも言われるが、定かではない。書者は長らく、呉の書家の交渉と考えられていたが、積極的な証拠がないため現在は、書者不明とされている。火そのものは、北総大に発見されたが、その時すでに三つに割れ左右がかなり摩耗した状態であった。いわゆる、断皮であるが、三つで一つの石踏みであるということすら、当初は分からず、 それぞれの石ごとに解読が行われていた。そのため秋代に、修材旬がこれを断皮と見抜き、つなげて一つの石踏みとして、読むまで500年近くも、解読不能とされていた。しかし解読後は、貴重な三国時代の書籍とあって、多くの研究が行われ、新代に、天書研究が、盛んになると、その参考資料として用いられた。天にあらず、 例にあらず、最も気にしえとなす。霊と天と皆これになずくるを得ず、天、霊体を兼ね、時に、怪異の筆あれど、真に貴作なり、牛木蛇神、真に、味中の珍品とあり、しかれども多色すべからず、おそらくは風を発し揮を動かさんなどと評される。宝全国山石文の書者の祖見とする説もある。神代のら新玉は一つの石文が折れたのではなく、 最初から三つの石を積み上げて一つの石踏みにしたものであると主張している。ありがとうございます。